今までプレーした野球の試合の中で一番特別だったと思います。NPB デビューを果たしたバウアー投手は、試合後のインタビューでこうコメントしました。サイ・ヤング賞を受賞した超大物助っ人の一軍デビュー戦。横浜スタジアムの観客動員数は史上最多の 33,202 人を記録。チケットは完売し、開門前から長い行列ができていました。バウアー投手は広島打線を相手に7回98球を投げ、7安打1失点、9奪三振、1四球と安定感のあるピッチングを披露。初登板初勝利を挙げました。日本の野球ファンからは、ほとんどゾーンで勝負してるのに抑えられるのは、さすがサイヤング。球のキレとか、メジャーリーガーがそのまま NPB で投げてるって感じで、異様な光景だわ、ただただすごい、など、絶賛の声が上がっていました。DeNA の三浦監督は、引き出しの多さ、精度の高さを見せてくれた。ストレートで押すところは押しながら、途中からは変化球を主体にしながら投げてくれた。スライダーは打者の反応を見ても、かなりキレがあるなと思って見ていました。と、バウアー投手の投球術を評価。日本のメディアは、バウアー投手が見せた、ある行動を絶賛。試合後、エキサイティングシートにいた幼い男の子に、バウアー投手は体をかがめ、笑顔で両手を差し出しました。この様子を見たデイリースポーツの記者は、嫌われ者、問題児、バウアーをそう表現する人もいる。ただ彼が見せたちょっとした気遣いに、内面から来る優しさを感じた。バウアー投手を絶賛する報道が目立つ日本メディアに対して、海外のメディアは、ある疑問を投げかけています。日本にバウアーが扱えるのか。現役バリバリのメジャーリーガーでありながら、日本行きを決断したバウアー投手。誰も想像していなかったまさかの移籍先に、アメリカメディアも騒然としています。圧倒的な実績を誇るバウアー投手ですが、アメリカでは、問題児のバウアーを日本の球団が扱えるのか、と疑問の声が上がっています。バウアー投手は22年4月に、女性への暴行疑惑を理由に、324試合の出場停止処分を課されました。異議申し立ての結果、処分期間が194試合に短縮。21年7月以降の制限リスト入り期間を含めると、出場停止の試合数は満たしていたため、23年の開幕戦からプレーできる状況でした。バウアー投手が昨年まで所属したドジャースは、公式ツイッターで次のような声明を発表。性的暴行や DV 疑惑に対して、徹底的に調査すべきだと信じている。初めの段階から、我々は MLB の調査に対して全面的に協力しており、MLB が定める DV、性的暴行、幼児虐待の規約を遵守してきた。処分が決定し、慎重に考慮した結果、我々はバウアーを放出することを決定した。裁判では証拠不十分で不起訴となったバウアー投手ですが、事態を重く見たドジャースは解雇を決断。アメリカメディアは次のように報道しています。ドジャースとの3年契約が1年以上も残っており、23年の年俸はドジャースが負担するため、どのチームもバウアーを自由に獲得できる状況にあった。しかし、投手補強が必要とされた、ヤンキース、メッツ、パドレス、ツインズ、ガーディアンズらは、他のチームと共に、バウアー獲得に全く興味を示そうとはしなかった。パドレスはまるで飴玉を配るかのように、このオフ気軽に3億ドルの契約をばらまいている。だが、バウアーとは一切関わりたくないと伝えられている。アメリカのスポーツ専門テレビでは、バウアー投手を待ち受ける厳しい現実について言及。バウアーの獲得は、トレードや放出された選手が FA で契約を結ぶ、単純なケースとはわけが違う。とてつもなく難しい。獲得した球団のオーナーは、必ず入団会見に出席しなければならない。会見にオーナー不在は、許されない。なぜなら、オーナーの判断で彼を獲得するからだ。同番組は、バウアー投手は出場停止期間を終えており、再出発を後押しする声があることにも理解を示した上で、トレバー・バウアーが人類で最後の投手になっても、契約しないというファンもいるだろう。ファンがチームの補強によって、そのチームのファンを辞めざるを得ない状況に追いやられてはならない。獲得するのなら、オーナーが先頭に立ってファンに説明する義務がある、と厳しく言及しました。メジャー関係者の間では、
こんな話もささやかれていました。バウアーは運動力学が得意で、筋肉の動きをも研究しながら自身を実験台にして独自の練習方法を考案。ただコーチやチームメイトを見下すのでみんなから嫌われる。ドラフト1巡目指名でダイヤモンドバックスに入団したのに、翌年トレードに出されてしまいましたし、事件が不起訴になっても彼を擁護する人はいませんでした。バウアーを持ち上げる日本メディアに疑問の声。実績十分ながらメジャーでは四面楚歌状態となっていたバウアー投手、獲得を発表したのは横浜 DeNA ベイスターズでした。チームの統括本部本部長はバウアー投手の暴行疑惑について、彼は今罪に問われているわけではない、本人代理人からも手に入れられる情報は手に入れた、我々としても保護できるというふうに判断したとコメント。裁判で不起訴になったことで獲得に動いたようです。外国人選手獲得交渉では金銭面の条件が重要になりますが、バウアー投手の場合違う切り口での交渉が功を奏したそうです。 DeNA の球団関係者は交渉の裏側を次のように明かしました。彼の持つアパレルブランドとコラボレーションをしたり、球団初の個人ファンクラブの設立をすることなどですね。また彼はドキュメンタリー制作会社を作って自ら YouTube で野球の魅力を発信することをライフワークにしているのですが、我々も野球の裏側を描くドキュメンタリー作品を作っているので、そういった部分に理解がある点でも興味を持ってくれたと思いますね。誰も想像していなかった日本球界への移籍にアメリカメディアも驚愕しました。現地の AP 通信はメジャー球団からそっぽを向かれたバウアーは日本で生きる道を探そうとしている、日本のファンはセレブのようなステータスに惹かれ DV 疑惑もお構いなしのようだと厳しく報道しました。同メディアは日本でバウアー投手が人気になっていることに触れ、通常は数百人しか観客がいない2軍戦に約2600人が詰めかけ、球団発表によれば普段は約5000人が観戦するライブストリーム中継を15倍の約7万7000人が見たと綴りました。イギリスのメディアはバウアー投手に対する日本のマスコミの姿勢を指摘。入団会見では米国における DV 容疑や彼を取り巻く状況について質問した日本の記者は誰もいなかった。一人だけ質問したのは米国の AP 通信。この鋭い指摘に日本の野球ファンからも、日本のメディアは勉強不足で内弁慶なので外国人や有力者、強力なバックがある人物が相手だと必ずこうなります。下手に怒らせて彼が活躍した時に質問しづらくなるとか思ってんじゃないの。もし活躍できずに帰国するとなったら急に過去を掘り返して DV のことを持ち出してくると思うね、などの声が上がり支持を集めていました。日本のメディアとは違い、海外メディアは忖度しないと言われています。バウアー投手の暴行疑惑については厳しく追及しましたが、日本のデビュー戦で好投し初勝利を挙げたことは称えています。アメリカのテレビ番組で司会を務めるダン・クラーク氏は7回までずば抜けていた。元サイ・ヤング賞投手は最速で97マイルを計測し変化球もえげつなかったと絶賛。フロリダのメディアは22ヶ月ぶりの登板でありベイスターズでのデビュー戦は非常に素晴らしかった、ソロホームランを打たれたが5回には先制点につながる送りバントを決めたと報道。アメリカのスポーツサイトクラッチポイントは、彼は明らかにまだ MLB に復帰できる可能性のある才能を持っている、復帰すれば多くのメディアの注目を集めるだろう、獲得するチームはグラウンド外の話題をカバーするだけの価値がバウアーにあるのかを判断する必要がある、バウアーは今のところ日本でいいパフォーマンスを見せていると綴りました。メジャー通算83勝の成績を残しているバウアー投手、今後日米メディアがどのように報道するのか注目していきたいですね。